寝れねえよ、腹いっぱいで。今日なんかクリスマスイブに予約してたんだよ、肉を。ケンタ肉食ったらさまあこの顔見りゃ分かるよねって言って、美味しかったっていうわけじゃないよ。普通に美味しくなくてなんか俺の夢結構だって、もう俺も行けないんだけどさ、去年予約し忘れて食えなくて、この思い1年募ってようやく買ったの。したらファミチキの方がうめえなって思っちゃって、ファミチキってマジすごいんだねあいつって思って、いやファミチキ1個でいいや。よくよく考えたら3つくらい食おうとしてるけど、バカだな、ファミチキは1個だよ。うん、あれ栄養ドリンクと同じ扱いだからね。いやミルクボーイみたいなことしようとすねなあ、うまいこと言おうとすね。あれはモナカのギネス世界記録は2個みたいなね、栄養ドリンクみたいなもんだから、ファミチキは1個しか食べれないんだからみたいなね、そうまいこと言おうとしちゃダメなんですよ。俺みたいなやつが、俺みたいなやつは俺みたいなことしてればいいんですよ。いやでもファミチキなんだかんだ言ってさ、2個は食えんよな。食えるけどさ、幸せは1個までだよね。1個食って幸せ、それでいいんだよファミチキなんて。なんかすごい揚げ物の頂点だよね。ね、揚げ煮込みみたいなね扱いだと思う。油で煮込んでるもんあいつ。ドクペうま。汚ねえね。まあ汚さがはじまの真骨頂ですから。うん、腰痛いな、もうちょっとあとで薬飲むわ。で何が嫌かってさ、まあ、ローストレッグ買ったのよ。高えよ。でも食いたかったから1年前から、1本でお腹いっぱいになっちゃった。まあでもカーネルスクリスピー2個とナゲット3個とチキンテンダー1個食ったから結構食ってんだけどね、肉の量的には。じゃあ 300g くらい食ってると思う。でも腹パンパンよ。あーなんかもう気持ち悪いわマジで、腹いっぱいで。直前までめちゃくちゃお腹空いてたのもいけないんだよな。まあ結果クリスマスはピザを頼もう。なんか変にケンタとか買わない。俺も二度とケンタ買わねえから。それは嘘、もう俺はプレミアムシリーズ買わないよ、絶対に買わない。もうバーベキューチキンでよかったよ、前食ったんだよ。1年前はバーベキューチキンがまだ2ピースくらい残ってて買ったんだよ。まあ、あれも嘘だと思うけど、あと数ピースしかないんですよみたいな、それ嘘でしょ。ちゃんちゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃん、いやーでもバーベキューチキンはうまかったな普通に。いやうまいっていうかめっちゃしょっぱく、まあ味濃かったけど、そもそもハーブ俺好きじゃないんだよな。だ味がダメだな、塩と胡椒つけてもなんかすっごい安っぽい味になっちゃって、あれってなった。俺いつもどうやって食ってたんだっけなチキン。なんか俺もういいやって感じになったわ。腹いっぱいだよ、なんかすっごいお腹いっぱいになっちゃった。嫌だな、やっぱ寿司かピザだな。俺もケンタいいや、本当に美味しくなかった。でも上品っつうのが味は薄くて面白かったよ。うん、でもまずかった。鶏がくせえの、鶏くせえんだよずっと。まあ普通のケンタもそうなんだけど、まあ普通のケンタの方がうまいな。普通に出来たて頼んだ方がいいわ。なんか変にさ予約するのダメだよ、ちゃんと出来たて頼まなきゃダメだよ。まずいまずい、腰痛えな本当に。
ケンタでうまいのってなんだろうな。ねえ、嘘。カーネルクリスピーとツイスターとナゲットはうまい。うん。あと最近好きなのはね、あの辛いやつ。レッドホットチリペッパー的なね、サクサク辛チキンみたいのは好き。サクサクだから食ってる感じ。別に本当は辛くなくていいんだけど。うん。まあでも失敗したな。そもそもさ、全員冷めた状態で出てくるの。何それ、だいぶ冷たい状態で出てくるんだよ。いやだな。なんかもうさ、ケンタッキーのでけえオーブンで温めてくれよ。あいてててててて、ああ、すっごいまずかった。でもまあまだね、鴨肉ロースト的なやつが残ってるんで、あいつに期待します。うん、でも俺もう食いません。ケンタやだ。でもこれケンタの批判動画になっちゃうな。ケンタ二度と行かないっていうのは嘘。普通にナゲットとかカーネルクリスピー食いには来る。それとかツイスターなんだかんだ言って美味しいしな。あと俺小食、そもそも全然飯食えないこと忘れてた。最近なんかさ、あんま飯食わねえからどんどん胃がちっちゃくなってんのよ。なんか最近飯食ってさ、前も喋ったけど、腹空いてんの面白いって思うようになって。だってさ、俺の中では今まで、まあ、全く同じ話するけど、飯食ったらさ、お腹いっぱいになるのが当たり前だと思ってたから、飯食ってお腹いっぱいじゃない、それもちょっとお腹空いてんの面白いなって思いになっちゃいました。でもまあみんなはね、買うときは普通にサイドだけ頼みましょう。サイドだったらね、そんなに値段高くなくて食べれるので、サイドを楽しみましょう。やっぱサイドメニューがなんだかんだ言って俺は好きだな。サイドはうまい。チキンテンダーもあれができたてだったら結構美味しいんじゃない。腰痛え、薬飲むわマジで。ああ。お腹いっぱい。なんかちょっと悲しくなっちゃったな。まあピザが一番上よ。ピザと寿司、これは外れねえから。鶏が臭いんだよ。ステーキじゃなきゃもう嫌だな。鶏肉はやっぱ唐揚げに限る。うん。名誉毀損で訴えられないかな。訴えないでくれ！こんな雑魚一匹。ねえ、一匹未満の雑魚に、そんな労力割かないでくれ。まあでもケンタッキーはやっぱ普通のがうまい。クリスマスのは別に買わなくていい。うん、俺はもう買いません。もう今度からはチキンテンダーを出来たて注文します。お腹いっぱいなので寝れなくなりました。いやでもね、うまいよ。訴えられたくないから褒めるけど、まあ、なんかでかい5000くらいするやつはうまいのかもしれないけど、まあ人それぞれだな。味濃いのが好きな人は好きじゃないと思う。薄いから、味薄いのが好きな人は好きって言えばいいのに。俺味濃いのが好きなんで。
もう舌バカだから。うん。やっぱ舌バカなやつが食うもんじゃなかった。もう舌がちゃんとしたやつが食うもんでした。あと腰痛いから薬飲むし。うん。あとちょっと、腹パンパンじゃ俺はまあ、もうちょっと今度は俺は少々ないで、なんか小食なんだと。やっぱ食欲はあんのよ、ずっと。もうなんかバーガー5個食ってやろうみたいな気持ちはあるんだけど、お腹いっぱい。みたいな。あーもう俺食欲終わってるわ。いやーもう悔しい。なんで俺こんな食えなくなったんだろう。まあいっか、痩せるしね。足もねスクワットしてたら痩せてきたよ。いいね。ってなわけで、あざっしゃー。